落ち道を、経済企画庁長,長官、金融再生委員会委員長歴任。日韓新全協会中央会会長。東京生まれ。東京講師附属中卒業。同期生に、大川慶次郎、大島道義、岡野幸秀、三浦孝良など。旧政一高を経て、東京大学法学部法律学科を卒業後、大倉省に入省。 ニューヨーク副領事、福田竹雄大蔵大臣秘書官、主計局調査課長などを経て退官。1972年の第33回衆議院議員総選挙で、茅尾お則の後継として、旧東京3区より出馬し当選。自民党では、福田安倍三塚森派に所属した。選挙ポスターは、名前をかなで書くと解文になることを意識したものになっていた。 選挙の際、上から読んでも、落ち道を、下から読んでも、落ち道を、中に、身のある、落ち道をです、と選挙カーで連呼していた。中選挙区時代の選挙区は、東京3区で、小坂徳三郎、小杉高栗本新一郎などと争っていた。1996年以降は、小選挙区制の実施に伴い、東京6区を地盤としたが、 選挙区当選はなく1996年の第41回衆議院議員総選挙で比例復活したのみである。2000年の秋の叙勲で、組当局実大受賞受賞。2021年1月30日13時5分、老衰のため死去。91歳没。死没日をもって肖像くらいに除される。 金融再生委員会委員長在任中の2000年2月19日、栃木県の金融機関関係者への講演で、検査の仕方がきついとかあったら、どんどん直接おっしゃってください。最大限考慮しますからと発言。手心発言として論議を呼び、委員長辞任につながった。その後、2000年6月の総選挙で落選した。ありがとうございます。